날아든다. 왠가 잡새가 날아든다. 토지를 기다리며 있던 그 아이는 선생님의 토지를 일본어판으로 만들어 일본인에게 선생님의 마음을 전하고 선생님께서 전하고자 하는 이야기를 함께 산책하고 싶었습니다. 일본어판 협의를 마치는 또 날이 생각납니다. 한 달 후에 벅찬 마음으로 통영 선생님 묘소를 찾았습니다. 그때부터 완역하는데 10년이 꼬박 걸렸습니다. 네, 박규민さんが 혹시小説가 토지가 일본어로 약사れたということは 박규민さんから日本社会に対して非常に大きな問いが出されたんだというふうに私は思っています。小説は1945年の8月15日に終わっています。そのことの意味ですね、박규민さんが日本の社会に、日本の読者に投げているというきちっと受け止めて、それに対して何らかの答えを日本の社会メンバーで私たちは責任を持っているような私は思います。 疑問点を解決するのが非常に大変でした。この日本語版土地は薬中が たくさんついてまして、第1巻でたくさん薬中をつけて、その後2巻以降もそれを活かせるものは活かしたので、だんだん後になるほど楽になっていきました。後になるほどもうちょっと楽だったなっていう気はしております。